さて、行きますか。はい、こんにちは、ジョンです。今回はパラノマサイト、ファイル23、本庄7不思議、続きやっていこうと思います。ということで、行きましょう。前回からね、新しいゲームシステムというか、こちらのストーリーチャートというのを、使えるようになりましたという感じっすね。はい、ということで、まあ、やっていこうと思うんですが、そうね、ちなみに前回は、並垣くんですね。並垣くんが、この声を聞いたらもうアウトだって言って、あ、ボイスのオンオフってここで使うのね、みたいな話をしてたわけですが、そうだね。これね、最後ね、ちょっと再婚集めきった後のおきいえくんがどうなったのかっていうのも、なんかよくわかんないけど、別の誰かにやられたのか、もしくは集めたことで何かが起きたのか、謎のままね、ストーリーチャートの説明に入っちゃったから、ああ、途中からやり直して分岐するのねっていうのになったんだけど、この集めきった後のラストっていうのもね、なんか、よくわかんない終わり方ではあったんだよね。まぁ、ちょっとこうやってあらすじも見れるみたいなんで見てみると、七不思議巡りパート2、沖江翔吾は両国橋と旧安田庭園でも走り主と遭遇し、どうにか難関を突破して必要な再婚を溜め切った。しかしその後、呪詛玉に変化があり、沖江はそのまま帰らぬ人となるということで、まぁ、呪詛玉にね、再婚を集め切ったとしても、蘇りの秘術が機能しない。勝ったという結末みたいなんだよね、ここでは。はい、ということで、まあじゃあ分岐のあるここですかね、やり直していきましょう。金絞り公園パート2、沖江翔吾。前回のあらすじ、本所七不思議を探して福永陽子とともに、金絞り公園を探索する沖江翔吾は彼女の明かすオカルト話にまんまと引き込まれていくのであったということでね、まあこちらやっていきましょう。はじめから途中から、途中だと、まあ、異変がからやり直してもいい気がするな。まあまあまあ、じゃあ、ようこさんに異変がから行きますか。ああ、でも異変がだともうやられてんのか、これ。ちょ、真ん中から行ってみよっか。まあ、被るところは、サクサク行くけどね。また気になってくるんだけど、陽子さんはその蘇りの秘術も探してるってことなのか？あ、そうね。ここからだったら少なくとも間違いなく生存してますね。蘇りの秘術ってもしかしてなんか関係あるとか。お、鋭いな、おきえくんは。ってことで、まあ、ちょっとね、この辺は一旦読んだので、サクサク進めていこう。本当は蘇りの秘術を探していて、本所七不思議に行き着いたんだよっていう説明でしたね。で、どうして秘術を探してたって聞いたら、おごぽごの話が出てくると。まあ、この辺おさらいで軽く流して見ていきましょう。生き返らせたい相手は、飼っていた柴犬のおごぽごだよということでしたね。はい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 。一月前に死んでしまったおごぽご、生き返らせたいなと言ってましたと。いうところで、まあその子のためになんかできないかなと。うん。で、まあ蘇りの秘術探してたのも、まあ実際なくても沖江くんと会えたから無駄じゃなかったよねっていうことで、まあいい感じになっていくと。で、七不思議と秘術の関係気になるなと言って、本所七不思議の本来の話が蘇りの秘術を手に入れるための鍵になるんじゃないかなっていう、ことでしたね。はい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 、いいまとめだねと。で、まあ、蘇りの秘術に関わってるという話をしてたんだよね。で、主人公がね、この時代の人じゃないというか、かなり昔の人っぽいので、もしかしたら、その本来の七不思議の話っていうのに主人公絡んでるんじゃないかなとかっていうことを確か喋りながら、見てたかなという感じですね。で、まあ、六名簿っていうのも、まあ、手術を得るためにの秘密が書かれているみたいなやつ、本としてアイテム出てきたよと、名前がね。はい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 。
で、そんな話をして新人とこから始まるぜって言った時に、うわーってなって、まあなんか今すごく変な空気がと。この辺からだからやることが変わってくるってことだよね。ようこさんどうしたんだ。で、ここでね、俺の背後を凝したまま凍りついたように動かなくなってしまった。後ろに何かあるのかってなって、まあ振り向いても何もなかったんだよね、この時は確か。うん、今回も、その通りですね。話しかけてみろよ。ようこさんどうかした？おい、どうしたんだ？しっかり。嘘。で、これで振り向くとなんかあるんだっけ？これでも何もなくて、再度話す。なんで、ようこさん、ようこさん。この辺で押せってくるんだよね、確か。最初と同じなら、あれ？考えるんだっけ？ようこさんどうしたんだ？まだ話すんか？ダメだ、話をできる状態じゃない。お、諦めずに呼ぶ。なんだ？呼び続ければ解決するのか？でもこれだけ呼んでダメなんだから原因を探した方がいいんじゃ。何もない。ようこさん、ようこさん、しっかりしろ。こっちを見てくれ。大丈夫だ。何もない。大丈夫だ。ようこさん。なるほど。これで話が分岐したよと。ちょっと待ってね。金絞り公演パート3では前触れもなく不可解な最後を遂げた福永陽子。異常現象に困惑する沖江だったが、彼女を復活させるべく蘇りの秘術を手に入れることを誓う。するとそこに弓岡匠と呼ばれる男、名乗る男が現れ、沖江の手に入れた呪詛玉を渡せと狙うという話にさっきは進んでいって、まあ結末として、沖江くんが再婚ため切ったけど、なんか、なぜか死んじゃったよという話だったわけですね。で、今度は、押せっていうね、ノスタルジーの誘惑に負けずに、押さなかったというか、まあ、押す選択肢が今回は出てこなかったからね。分岐がしましたよということで、金絞り公演パート3ダッシュ。突き動かされるような衝動のままに我を失った福永陽子を必死に呼び続け、何としてでも、呼び覚まそうとする沖江翔吾。その思いは彼女に届くのか。なるほど。じゃあやっていきましょう。沖江翔吾午前1時台。金絞り公園。あれ？お、よかった。気がついたか。あれ？私、大丈夫か？突然我を失うほど錯乱していたようだけど、混乱していたようだけど、めまいとか頭痛とか、寒の虫とかあったりしない？福永陽子さん。これ、最初に言われたセリフをそのまま返してるね。ん？それなんだっけ？聞いたことある気がする。自分で言ったやつじゃないか。あ、そっか。じゃあ寒の虫だったのかも、私。さっきのあれが？カンノムシでああなるの？うん、この年になってからのカンノムシは命に関わるって聞いたことあるからね。よかった、いつもの調子も戻ったみたいだな。そうだね、ごめんごめん、迷惑かけちゃったみたいだね。これは完全に生存ルートか。でも何があったのかほんとよく覚えてなくて。ふむ、俺の時と似た感じだな。なんかこの場所危険じゃないのか？なるほど。中止？なんか危険を感じるし、陽子さんの具合も心配だ。今日の捜索はもう中止しよう。やだよ、せっかく乗ってきたところなのに。いや、ダメだ。タクシー代は出すからもう帰れ。なるほど。それから俺はごねる陽子さんを半ば強引にタクシーに押し込んだ。これだと、まだ貸主になってないよな。
それから俺は5年涼子さんを半ば強引にタクシーに押し込んだ。おきえくんがね。それでもあまりにも彼女がごねるものだから、俺が一人でもう少しこの公園を調べてみるからという約束をして、どうにか納得して帰ってもらった。なるほど。となると、はいはいはい。あ、ちょっと短い。あ、そして一気に。あ、これ時間経過か。だとしたら、これあれですね。一気にここが、なしで進むっていうのは、おきえくんが、貸し主になったルートで死んでしまったより後の時間ってことだね。見てみますか。金絞り公園パート4、おきえ将吾。異変のあった福永陽子を心配した沖江翔吾は今日の七不思議捜索の中止を決めた。ごねる福永陽子を説得するため、沖江翔吾は一人でもう少し捜索を続けることにした。まあ、ただ朝になっちゃってるって感じですね、これ。始めましょうか。沖江翔吾、午前5時台。あ、でもまだ5時か。お、この曲は、金絞り公園。あ、別に案内人ではないのか。なるほど。続いてのニュースです。あ！本日未明、墨田区の公園内にて倒れている男を巡回中の警察官が発見し通報しました。あの二人組かな。男性は病院に搬送されましたが、間もなく死亡が確認され、警察はこの近辺で同時に発見されている複数の不審死と関係性があるとして捜査を進めています。おきえくんは結局、翌日まで生き残れないね。パラノマサイト、ファイル23、本所七不思議。あー、これでチュートリアルというか、とりあえず導入が終わったぞ、みたいな感じか。タイトルコールが入って、まあ、テーマソングみたいなのが流れてるというとこですね。この後どう進行するんだろう。ストーリーチャートを使って、文系を埋めていくというような感じで話を見るとしても、どうあがいてもおきえくんは死んでしまうと、貸し主になってもならなくても翌日にはやられちゃってんねーって感じですね。ほい戻ってきた。どうもお疲れ様でございました、案内人。これにておきえ正午編終了でございます。ってことは、別のキャラで、同じような感じで進めていってね、っていうことっぽいっすね。ん？エンディングではございません。むしろここからがようやく本編です。そうだよね。まだ始まったばっかだし、沖家編はチュートリアルっていうか、そういう感じなんでしょうね。これより新たに3人の主人公のルートが解放されます。お！マダムじゃん。紹介のなかったマダム、息子を誘拐事件で亡くした女性島崎春江。マダムが沖江君に、呪い殺された時に周一って言って死んでたんだよね。だからこれ多分息子を誘拐事件で亡くした女性っていう息子が周一なんだと思う、これ。お、刑事じゃん。警察官の、殉職事件の捜査をする捜査一課警部、堤哲夫。若い方じゃなくて、こっちなんだ。エリオだっけ、もう一人。あのね、前回の動画アップロードする前にもう一回見てみたら、エリオの方、若い刑事の方が、こんな道具で本当に人呪い殺せるんですかって言ってたから、多分ね、こっちが、貸し主で、呪詛玉を見せた会話だったんじゃないかなというのは、前回のところでね、ちょっと思ってたんですが、堤哲夫さんね。お、女学生。不審な自殺で亡くなった、親友を蘇らせたい、女子高校生、坂崎やっこ。この子もね、キークに倒された時に、ミオちゃんみたいな感じで名前呼んでた気がするので、まあ、不審な自殺で亡くなった親友っていうのが、ミオちゃんなのかなという感じっすね。いずれも蘇りの秘術を求める。
あれ、刑事の人はでも、今んとこ、あれか、生き返らせたい対象謎って感じか。いずれも蘇りの秘術を求める、読んどころのない事情を抱える者たち。これらの物語を追うことで、ようやく今回の事態の全貌が見えてくるかと思います。それでは、続きをお楽しみください。なるほどね。こっからが、本番か。なるほど。お家正午編は、ね、貸り主になるルート。貸り主にならないルート。ありましたが、どちらもね、おきえくんは、翌日までに亡くなってしまうと、いう形でしたね。これは、あれなのかな?おきえくんが、走り主になるルートだと、島崎春江さんはここで亡くなってしまうし、まあ、刑事の人たちはちょっとわかんないけど、坂崎やっこちゃんも、おきえくんが走り主になってると、ここでやられちゃうと、いうことだと思うので、まあ、あれか、おきえくんが、あ、でもあれか、そうだよね。下に分岐してるから多分、上のルートの話と同時進行で話、こっちの人たちの話を進めていくよという感じなのかな?見方としては。となると、誰から行こう?上から順番に行くのか、あとね、あれですね。人物リストの登場人物について、まだね、自己紹介のなかった女性たちは、出てきてないんだよね、ここに。プロフィールの写真みたいなのが出なかったから。なので、まあ、そういう意味ではね、マダムか女学生のどっちかから行ってみたいような気がする。まあ、上から順番に行くのが普通かなという気もするけど、まあ、ちょっと海さんが見えてるのも気になるしね、ここの窓でね。まあ、ただ時間軸的には、堤哲夫と、坂崎やっこの方が前なんだよね。あれか、ちょっとあらすじみたいなこういうの見れるのかな?見てみますか。夢じゃない。島崎春江さん、昨年息子が誘拐され、捜査の不手際で殺害されてしまったという島崎春江は、未解決の誘拐事件の捜査を探偵に依頼。カイさん。カイさんか。はい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 。深夜に自宅で調査の報告を受けていると、それは突然訪れた。ああ、この時間帯だから、そっか、ちょうど、貸り主になったタイミングってことか。なるほどね。で、堤哲夫さんルート、現場検証。警視庁捜査一課の警部、堤哲夫は、警察官の謎の開始事件の調査のため、部下のエリオ淳と共に、現場である旧安田庭園を訪れていた。旧安田庭園か。ちょっと待ってね。旧安田庭園は落ち葉なき市なんだよね。落ち葉なき市が、堤さんなのかな?暗闇の人が誰だかわかんないけど、倒したっていう話もあったし、春江さんはあれなんだよね。炎属性なんだよね。これはどこなんだろう。場所が書かれてないからちょっとわかんないな。出会った場所は旧安田、庭園だったと思うんだけど。あ、でも炎だから、送り上鎮かなという、法恩寺近くか。なるほどね。で、高校はね、これかな?そうだね。下屋敷、現在の駒形高校の敷地内でバカ林っていうことなので、まあ、バカ林なのかな?女学生。坂崎さんね。
こっくりさん、坂崎やっこ、投身自殺をした友人を蘇らせたいと願い、蘇りの秘術を探す坂崎やっこはその情報を得るために同級生の黒鈴、あ、みおちゃんは生きてるな、これだ、これは。なるほど。一緒にいた友達の名前を最後に呼んだのか。同級生の黒鈴みおと共に、深夜の教室でこっくりさんを試みるのだったか。なるほどなぁ。うわ、どれから行こう。攻略順も関係あんのかね、これ。ストーリーチャート。そうだなぁ。まあ、攻略順が関係するのかとか、分岐がおそらく今後も出るだろうけど、どう影響するのかとか、他のルートにね。まあ、あとはね、他にもキャラ後半増える可能性はあるよね。もしこれが、走り主のストーリーを終えるのだとしたら、あと7人、あと7人じゃない。全部で、まあでも7不思議ね、7と言いつつ9個あるっていう話もあったので、3、4、5、6、7、8、そうね、9個、9人出てくんのかな、最終的に。まあ、それとも、7人、7不思議だし、7人に絞ってとかだったら、まあ、チュートリアル大きい絵プラス、前編この3人、後編他の3人みたいな感じかもしれないね。まあまあまあ、でも何にしても、ここからはちょっと自由度増す感じだね。おきえくんの場合、呪詛行使のタイミングについても、俺がやんなくても勝手にやるやんって言ってて、ほぼ一本道のルートだったので、まあ分岐の位置もね、最初なかったからね。そういう意味では、プレイヤーの攻略順とかっていうのが、入る余地が今までなかったですが、ここからはね、好きな話から見れるようなので、まあちょっと楽しくなってきたかなと、思いますが、ちょっとこれ一旦悩ませてもらえますか。そうだね。まあ、ゼニガメ人影不思議だねと。最初のね、選択で、随分時間を使ってしまうこともあるからね。まあ、春江さん、島崎春江さんが人影だな、炎属性だから。で、残りの二人についてはちょっと、能力の詳細も、わからないということなんで、まあ、どれから行くかな、まあ、上から順番にっていうのが一つ、もしくは、時間軸を考えるのであれば、下の二人のどっちかから始めたいかなと思うんですが、まあ、ちょっと今回は、ここで終わっておきますか。そうだね。うん。じゃあ次回ね、ちょっと誰から進めるか決めて始めようと思うので、その時はよろしくお願いします。ということでね、一応セーブしときましょうか。まあ、セーブスロットね、もう順番に使って、セーブしちゃったので、まあ、スロット1に、重ねてセーブしておきましょう。はい。ということで、今回はこれで終わりにしようと思います。ありがとうございました。よいしょー。